前科 3, 3番、893番、ちょいき太郎です。俺太郎です。皆さんお待ちかね。ヒューマンバグ大学様の小峠シリーズ。今日は実録、幹部ヤクザの本気、目玉にタバコ、前後から刺す。8月22日投稿の2021年の100番再生ぐらいになってますね。すごいです。もう夢のような数字でございますね。まあそれを参考にして勉強させていただきたいと思って、ちょっと動画撮らせていただきました。はい、はい、では再生します。 俺の名前は峠トスップ確かにまあそれはそうですねまあ仇の皆様がお作りになられているのでこのヒューマンバ博大学様がもうあの反社じゃないという証明が 足抜けししたらいぞこれはヤクザ側でではは絶対使わないすこれもう警察用語であってヤクザ側ではどのようなもうが「飛んだ」「やめた」「また一人飛んだらしいぞ」「またまあ普通にやめたらしいぞ」「やめた」「だから飛んだ」「まああと正式的な音信を普通で帳回す」っていうか連絡がやっぱり取れなかった刃文字を出さなきゃいけないんでその時に「足抜け」っていうことを間違っても使わないのでだからこの場合だと「小峠聞いたか?」って「また一人足抜け」じゃなくて「飛んだ」「飛んだぞ」「また一人飛んだらしいぞ」みたいなうん もう朝10日しとけ、うん、みたいなそうそう,そ,うそれが正解なんでなんでやっぱり良かったですね <laughs> <laughs> 30秒再生しますはい、はい、だから ちちょっとちょっっととすごいさ今これすごいもう真面目にやってるけど俺過去のうわっキャーバー殺しちゃってじっ,てっゃうもうむちゃくちゃなのに知ってるからほんな人がいないって言うんだあんな殺しちゃダメじゃんみんな刑務所行っちゃうだって相手のとこも壊滅だけど自分たちも行っちゃうからもうなくなっちゃうんだってだから何が怖いかって言ったらやってどうこうするって割とそんなの言い方悪いけどそんなにあれだけど量刑と結局パクられちゃうことを言ったらどんどん減ってっちゃうんでそれじゃ維持ができないわけよだからすごいのが10人行ってみんな刑務所行ったら親方一人 っって話になっちゃうからそれじゃ維持でできなないいよねっていう話なんでそのことを思ってやっぱりこの当時はね去年の夏ぐらいはまともまともに <laughs> なったんだよねこれどうなってるそうなんだろうってう <laughs> だってこのトヨタさんなんて普通いそうだけど今のアモー組と強豪組なんか茶髪でう,うわー,うわーみたいな人ばっかりだからねうっといやーみたいな感じだよまだ現実感があるっていう、うんうん、ああもうなんかゾンビみたいだもうゾンビゾンビ組員もいたよねゾンビ <laughs> さすがにこれクラブとかね極道それはないよなこれはちょっとありえないし極道にって言われてはあってなっちゃうからこれはちょっと面白いだからここから先知らないんでこういうふりをしとけばどういう風に彼らが犯行になって結局この兄貴が怒り出してやっつけてその中からっていうことなのかなまあじゃあ想像すると <laughs> こういうパターンどうですか漫画家としてはこのストーリーいやー僕はもうこれはあれ諦めて帰るって感じ いそ,うあその場所で組員を手に入れたいという目的があるってことですよね組員、うん、を手に入れたいっていう目的しか漫画的に俺はこれだってここで逆らってなんか焼き入れるっていう方向に持っていくのかなと思う、まあ、漫画的に言うとこれからの展開予想ですかうん、うん、そうそうそう だって普通だったらありえないもんだってこれグラブに行ってヤグザが行ってさ「君たち極道に興味はないかい?」って歯あんたらおかしくないって話じゃん逆なら面白いんですよ半グレ側が主人公だとして謎のおっさんが君たち極道に興味はないかいってできたらやべえおっさんがいるってことで面白くなるじゃないですかなんかやばいやばい変な人がいるっていうことであるんですけど主人公側からい行くのを見るとただ小峠自体はおかしいと思ってるけど兄貴 の言うことは絶対なんで聞いてるっていうことだわけじゃん。<ー>だからこう伏線張ってんのかなと俺思うんだけど。うん、そういう可能性もありますね。一、はい、分三十秒再生します。はい、<laughs> もうここから。 もううダメじゃん、そうだ <laughs> すげえ俺の上も行ってた <laughs> 全員兄貴は半グ全員を半殺しにしてしまったってトヨタの兄貴。 いや敵屋の兄ちゃんはちょっと違うと思ういや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 ちょっとだからここやっぱり本当に分かってらっしゃらないというか敵屋って言ってもその露天業の方でも絶対例えばこの関係はあるので敵屋のお店が高まちってお祭りとか出れない関係もあるんだけど絶対それは系列があるのでそのどこその何々組の組の人が敵屋をやってる兄ちゃんに声かけるのはそれはちょっとご法度というか。 やっぱりどっっか関係してるんでやっぱりゼロではないんでそれはちょっとち,ちょっとさすがにその描写はちょっと違ういやそれは高等無けだわ若い衆がいないから情報屋っていう、まあ、情報屋っていうのが定かでもないのとじゃあその若い衆の時に個人を訪ねてみたらってそんなねこの今の世の中に。 それはちょっと、まあこの先がねどういうふうに面白くしていくのかわからないけどなんかかわいそうですわそれは。<laughs> う<ん>実際にヤクザの若い衆を捕まえたいっていうのがあったら、うん、もう今だったら本当に刑務所で探すとか、うん、まあだから本当にもうそこしか行き場がないっていうかまあ 言い方悪いけどどこにも属せないっていうことで言うと本当にそういう子本当にに言いにくいくですよだから条件的に言うと家もなく家族もなく友人関係も薄くお金もないっていう形になってっちゃうんで新宿で東横キッズうんのかんぬんって。 あれは子どもたちのことだけどそれに近いようなことあそこの町に行けば出所しても出所した人間が行って例えばスカウトの人たちに声かけられて「お前寝るとこないのか?」って言って、うん、じゃあその寮みたいのがあるからここでじゃあ明日から町に立てよっていうことがこれは昔だったらヤクザの事務所がそれに変わるものだと飯は食わしてやるとりあえずもう今日からあれしてもうとりあえずさっぱりして髪の毛切って服はあれからここに来て「おなんだ」って言って。 で今日からあれなんでっていうようなことはあった。確かに。ああ、じゃあ、その間、じゃだから、組んじゃないよ。何日間見習いみたいなことして、一週間当然、あいつ使い物になるんだなら。なるならもう、じゃあ、お前、お前の射程にしろとか。組長の若い人がな、そうだ、無理無理無理。誰かの、その連れてきたやつの射程にするとか、頭の若い人にするとか。っていうふうになっていくのが本来で。 つまりはそういうような普通のところからあぶれてしまった人の一宿一般の恩義っていう話を以前教わりましたけどそのような形で受け皿になっていてその受け皿からその道に入っていくっていうのが王道っていうだからまあ確かにね昔だったら暴走族の中からとかってあるけどやっぱりそういう風にしていく探しに行ってどうこうするものじゃないのは確かなんで人間関係が多いかなやっぱり。どどううにもなならいでこの子 か,なりませんかっていうのはあるんだろうけど今はやっぱそれすらも難しいよね、まあ、ちょっとこの先を気になりますね。はい ちょっとこれはちょっとちょっと個人っていうものがないから別に何言ってもいいっていう部分だけど個人が不良の吹き溜まりっていうのはちょっと違うかな僕今そういうところの関係の方とかお話ししたりちょっと正直たろうとしてねズームでねその子どもたちとかとお話しすることがあるんでちょっとそれはちょっとちょっとかわいそうそれはまあまあ漫画なんでね漫画なんであれなんだけどちょっと辛いこれはこれが本当だったらちょっとかわいそう候補生っていう うん候補生とは言わない。うん候補生はないな。見習いだよ。うん、見習いとして組に連れて行ったなあなどってる。うんうん 今のこの飯を食わせてもらいましたがっていうことは本当にこれは大げさじゃなくてそういうようなことがあってまだこれこんなに厳しくなる前ね要はとにかく一回手伝いでもいいから来いとその先輩後輩使って組に一回でも入れるのとか例えばその方面祝いだとか何かに並ばせることをさせたりスーツを貸してでもそれで他に行ったとするとうちにゲソつけてたって言ってあやつけるこれが組織間で大きい小さい 系列うんぬかんぬがあるでしょそういうことで同行していく組織があって今がそれが山県組 <laughs> の組が多かった全盛期。山組5代目大成の時の山県組県流会とかそういうあるいは当時で言ったらそういうことをするところが多かった。 なんでも、うん、じゃこれはよくあるそうううそそうそれが中野会の時もそうだ、ね、匠組の時もあってやっぱりそれに近いことはあるわけやっぱりそこがもう主流であるとあの行きたくないんだけどっていやうちに来てたじゃないかと手伝いでも掃除とかたまにねその事務所の掃除だとかなんか動員してった時「おい何人か連れてこい」って言ってわけわからないんでほんと飯食わしてやるからついてきたとかいうのがいるわけよでそれがいやあいつどこどこ組来たんですってなったら「おいあれおかしいじゃないか」って。 っていうのは、やっぱりあって、そういうことが昔もね、あったね、そういうのは。やっぱり、最初の頃の、あの、ヒューマンバーグ大学は、かなりまともっていう。そうですね。うん、この、小峠シリーズ。うんうん、ちょっと、こう、はい、今、その、武闘派だったって言うけど、この。 武闘派ではないよ、ね、この明治多摩こってこんななんかこれはサイコパスじゃん <laughs> 俺を武闘派って言ったら本当の武闘派っていう人でも俺は武闘派だっていう人はいなくてまあ言い方で言ってヤクザで武闘派じゃなかったらヤクザじゃないんで穏健派だよとかっていう人はいない <laughs> 俺は穏健派なんだとかないんでその武闘派っていう言い方もやっぱりマスコミとか雑誌とかそっちのが作った言葉で構想する組織は武闘派っていうわけだからそういうふうだけどこの今トヨタの兄貴っていう人がや やってることを武闘派というのはちょっと違うかなほら今までやってきたことを覚えます。この最後に分かんなかったってちょっとねこれは武闘派でもない まあ、またうちの構成員っていう言い方う,うちの構成員ってあの組長が言ってるのが構成員は外からの見方でまたうちの門がとか、うん、うちの門とかうちの若い衆とかあるいはうちの兵隊とかうちの人間がっていう言い方で構成員とは言わないもんね警察側用語じゃないかなまあそういうことだよね、まあ結局 その最初の頃の話だと全部減少してますよっていうことを言ってるんだよね。このヒューマンバグ大学のいつもの最後に知識が1個入って終わるじゃないですか割とまともにやってんだよねでも最近でうわっ <laughs> ぐわっ <laughs> もうあのゾンビ兄貴には参った俺も俺ねゾンビっていうのがね嫌いだったんだ。 はい、だって意味がわからないじゃんだけど最近ゾンビ何でもゾンビをやれば刑務所ゾンビの映画作ろうよって <laughs> <laughs> あすごくないゾンビだったら成立するんだわだからゾンビだったらやっつけてもいいのだけど俺はそのうちゾンビ人権団体が出て <laughs> ひどい扱いをするなとゾンビには人権があるんだぞっていう風になるんじゃないかってまあちょっと話が変わりますけどまあなかなか面白いかなと思いますこれからも考察を続けていきたいと思いますはいありがとうございます